時は今千年の呪縛は破られた吹く風に突き上げろ自分のパジュラを蘇る理由さえ正義の意味さえも今は知らないお前だけれど吠えろ前期前期いつか出会うきっと胸に刺さるような祈りを込めた瞳にそうさ前期前期その輝きこそ愛という無限の力だその昔縁のおずぬに命を受けし赤き御法の寄進ありその名を前期前期混合の力にてこの世を跋扈せし魑魅魍魎どもを瞬く間に払い沈めたりそして今この世に災い現れし時無敵の鬼神前期は再び蘇らん。なんなのよ。これから学校行くんだからね。朝は忙しいの。やかましい。ちょっと来い。髪の毛引っ張んないでよ。わい、これは何の真似だ。説明しろ。これ見ての通り、あんたが勝手に冷蔵庫を荒らせないようバッチリ結界を張っておいたのよ。何？俺様に何の恨みがあるって言うんだ。恨みですって？前期、あんた今まで自分のやったことを覚えてるんでしょうね。さて晩ご飯の支度を。どれも皮はまずいけど中身はいけるぜ。このクソ前期、あの日の晩ご飯は買い置きのカップ麺だったんだから。あんたのせいよ。うるさい。俺様だって人並みに腹は減るんだ。どこが人並みなのよ。とにかくあんたなんかに構ってる暇ないの。チキシオ、腹減った。なんだこりゃ。母さん、もっといいもん食わせろよ。何を言われるか。昔から腹八分目に病なしと言ってな、ほどほどに食べるのが体のためにもいいんじゃよ。くっ、なんでこんなもん。電気だの、すまんが、これから掃除をな。あら？あんなんで腹いっぱいになるかよ。こうなったら千秋のやつを締め上げて食い物を踏んだくってやるぜ。見てろ。もっと食え。食って大きくなれ。お前の底知れぬ食欲がカルム様のお役に立てる日がようやく来たのだぞ。嬉しいか。かわいいやつだ。待ちきれないぞ。ん？おお、ついにカルマ様からの指令が届いたか。ああ、なんと香り高い欲望だろう。まさに舌の上でとろける蜜のようではないか。これは最高のご馳走になるぞ。千秋のやつどこに嫌がるんだ。どこにはいねえか。おい、お前ら千秋。
この時代の女はガサツなやつしかいないのか。鬱陶しい時代だぜ、まったく。なんだこりゃ。だけだだっ広いところだと探し出すのもことだぜ。にしてもこの学校ってところは要するに人間のガキどもを修行させるための寺みたいなもんか。人間ってやつはつくづく進歩のない生き物だぜ。まったくよ。ん？なんかいい匂いがしてきやがったぞ。はるか食い物だ。読むほどあるぜ。千秋のやつ、こんなところにも隠してやがったのか。よし、片っ端から食ってやるぞ。やって、そこまで。痛い。校長先生、いい加減にしてください。あれほどつまみ食いはダメだと言ったでしょう。この子はどこから入ったんだい。いてえじゃねえかよ。つまみ食いとは失敬な。私は生徒たちがより安心して給食を取れるようあらかじめ毒味をだね。毒味ですって。校長、どういう意味です。いやー、そのあの、つまり。何なんだこいつら。言い訳はやめてください。まあ行こう。食い物と。あんた一体どこの子だ。勝手に入ってきちゃダメじゃないの。ここにあるのは学校の生徒さんたちの食べる給食だよ。僕はお家に帰ってママにお昼ご飯作ってもらうんだね。食い物よこせ。まったく口の悪い子供だよ。お？もう校長先生も早く出てってくださいな。こら、式神町一の美食家と謳われた私が味見をしてやろうと言うんだぞ。そうじゃけんにせんでも。誰が美食家だって。このまろやかな香り、あっさりとしたコク、いや素晴らしい味だ。それはただのコンソメスープですよ。さあ、行った行った。そんなこと言わないで少しぐらい食べさせてくれよ。私は校長先生のためを思って言ってるんですよ。そうやって暴飲暴食を続けてると体によくありませんから。おいしいもんのためだったら体の一つや二つ少しも惜しくはないわい。何バカなこと言ってるんですか。ほら邪魔邪魔。おいとっとっと。開けろ。なんちゃって、ほれ。あ、こいつ自分だけよこせ。取れるもんなら取ってみなさい。なめたまにしやがって。よこせ。おい、やっほい。なんだ、もう諦めた。つまらんな。くそ、どいつもこいつも史上最強の鬼神を何だと思ってやがるんだ。そんなことでは一流の美食家にはなれんぞ。いかんいかん。生地少し食べたもんだから余計お腹が減ってしまった。もっと美味しいものをたくさん食べたいな。え？もっと食べたいか。その望み、我が叶えてやろう。芋虫が喋った！ひぃー！誰だね君は。一体どこから。行け。やめろってばこら。そんなにうまいか。よし、
その欲望を残さず食い尽くすがいい。おいしいものよこせ。千秋と同じ格好だ。これなら怪しまれることはねえだろ。今度こそ食い物いただきだぜ。なんだこの音。まあいいか。今日の給食のこと考えてたら急にお腹が鳴るんだもん。と食い物のありかどこだったこんなところにいやがったか。天気何なのよそのふざけた格好は。やかましい。俺様はこの服で食い物もらうんだ。邪魔すんじゃねえぞ。え、食い物？大変だ。あ、エノ、給食がなくなってるぞ。パンもおかずも何一つ残ってないの。え、そんな。あ、天気、まさかあんたが？なんだよ。ほら、白状しなさい。私たちの給食、全校生徒分、あんなにたくさんあるのに、一体どこにやったのよ。何のことだ。とぼける気言わないと。こら話せんのか。みんなこいつを捕まえて。俺様が何をした。一体何がどうなってるんだ。アゲンベルシー知らねえよ。何使いそうな俺様は。さあ観念しなさい。この匂い。あ、よくもやってくれたわね。千機。先生、校長先生、開けてください。どうかしたんですか。校長先生がみんなの給食を。え、それじゃあ給食泥棒の犯人は校長先生。そんな。食い物探しててひょういの身にありつけるとは嬉しいぜ。ひょういの身ですって。ああ、こん中からプンプン匂ってくら。まさか校長先生が。え、くそ、わかねえな。うまいものよこせ。校長先生、あった、ひょういの身だ。先生、しっかりしてください。おいしいものよこせ。なんで、校長先生ってのはさっきの食いしん坊のおっさんのことか。しかし、こりゃ見事に憑依されちまってるぜ。もっとおいしいものを食わせろ。貴様の底知れぬ欲望、まことに美味だったぞ。出るぞ。あれは憑依獣、威嚇。はあ、これはまたとんでもねえ不細工な憑依獣だな。ないものを食わせろ。出るぜ。それより俺がてめえの憑依の身を食ってやるぜ。急いで！俺様を召喚しろ！
前期、ここに減臨。行くぜ、ひょいじゅう。こんなもんまでつけるな。おいしいものやろう。まったく、どこまで食い意地の張った野郎だ。俺様を食えるもんなら食ってみやがれってんだよ。おいしいもの食わせろ。そんな、助けて、ゼンキ。ばあちゃん、危ないところだったの。胸騒ぎがするので来てみれば、やはりこのようなことに。おいしいもの食わせろ。前期殿、やつの腹を狙うのじゃ。なんだと？ひょい獣威嚇。やつの生命の源はすべて胃袋にある。そこが急所じゃ。うん、よし、本能を書く。一発でとどめを刺してやるぜ。ったく、呪法堂の娘まで食おうとしやがって。今あいつが死んじまったら俺様二度と。二度と封印されずに済む。えやい、ひょいじゅう、俺様のおごりだ、ちゃんと食え。ああ なんということ。おお、まことビビなり。この娘には三つ星、いや四つ進呈しよう。さて、いよいよメインディッシュをいただくとするか。ガタガタ抜かすんじゃねえ。今度は俺様がいただく番だ。な、何？ああ、ああ、いや、まずい。こんなまずいものを食ったのは生まれて初めてだ。いや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 、だらだらだら。天気殿。一体ここはどこだ？天気。さっきはよくも餌にしてくれたわね。なんでお前がここにいる？忘れたの？リングの力であんたをどこへでも呼び寄せることができるのよ。それじゃあ、ここはひょい獣の。さあ、胃袋の中よ。前期、よくもこんな目に合わせてくれたわね。なんだと、やろうってのか。上等じゃないの。まずい、とてつもなくまずい。わしの言ったことを思い出すんじゃ、千秋。あ、何、消化が始まりやがったか。あんたのせいよ。早く何とかしてよ。うるせえ、お前がこんなところに引きずり込んだんじゃねえか。元はといえばあったか。そうだ、ここから金剛核を撃つのよ。なんだと。さっきばあちゃんが言ってたでしょ、こいつの急所は胃袋だって。一か八かやってみるのよ。ほな、くたばっちまっても知らねえからな。行くぜ。先生は先生、校長先生、よかった、ご無事だったんですね。私は一体。よかった、大丈夫みたいね。食欲はいわば人間の本能の一つじゃからな。おそらく憑依の身の潜伏が邪悪な煩悩より浅瀬で食い止められておったんじゃろう。ああああああ。くそ、また同時に戻しやがって、あの女が。やった、いただき。おい、やっぱこいつが一番うめえぜ。てな、何すだってめ。前期、今日という今日は絶対許さないからね。やめろよ。うわっ、痛い。おのれ、またしても。こうして憑依は解かれ、
それまで退職官だった校長先生も以来すっかり粗食を心がけるようになりました。それはそれでいいんだけど、おかげで私たちの給食まですっかり質素になっちゃいました。そして前期の方はというと、私を餌扱いした罰よ。2日間の断食を命じられたのでした。めでたしめでたし。何がめでたしだろ、食い物よこしやがれ。優しい笑顔、あ、見ていたら